株式会社グリーンキャブは東京都を拠点にハイヤータクシーと福祉車用貸切バスを運行する事業者である。タクシー事業においては、東都自動車グループ、日の丸自動車グループと共に都内順大手3社の一社とされる。創業は1952年で、本社は東京都新宿区と山に置いている。ペッパーミントグリーンとダークグリーンのツートーンカラーのタクシー車両を特徴とする。 東京医科大学病院において専用乗り場を運営している。また、赤坂ビズタワーにおいて国際自動車、ト都自動車グループと黒ネリ車両専用乗り場を共同運営している。会社設立当時よりトヨタ車を導入しており、現在ではクラウンセダンスーパーデラックス G パッケージが主力となっている。2008年以降は、 アイドリングストップ機能搭載車両も導入されている。国分寺営業所所属車両は、大口取引先に、日産自動車系企業が存在するため、全社セドリッククラシック SV である。また新宿営業所所属のミニバンタクシーにも、同じく日産のプレサージュが採用されていた。また、2015年には日産、NV200 が導入されている。全車に LED データイムランプ。 GPS 無線システム及びそれと連動するカーナビゲーションシステムが装着されている。黒塗り車両は車内で G 車両と呼称され、車内基準をクリアした乗務員のみ乗務している。ハイヤーは本社営業推進部に所属。高級セダンだけでなくワンボックス車も存在する。2008年10月にはクラウンハイブリッドも初導入した。貸切バスは 横浜営業所に配置。1989年に横浜のシンドリーム交通を買収したもので、関連会社のチクマバスと同じ塗装の車両を使用している。福祉サービスは、豊かな福祉社会の実現を目指して、高齢者、障害者への福祉移送サービスを展開、全乗務員、ヘルパー資格を取得。リフト付き福祉タクシーは、車椅子やストレッチャーのまま乗車できる。 このほか、2008年より、早稲田大学の早稲田キャンパス、西早稲田キャンパス間連絡バスの運行を受託している。登記場は別法人扱い。本社は、北区浮間。グリーンキャブ仙台支社の車両壁差交通。ありがとうございます。